とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備で、ボスラッシュをやっていきたいと思います。これがね、機械化装ブレードの、重力、アーティファクトシナジー、ダイナモリフレッシュですね。おそらく、今までやった装備の中で、最速でいけると思います。では、最速クリア、やっていきましょう。それでは行きますね。ダイナもね、まずは10ぐらいでいいと思うんだよな。いや、全然余裕だったな。ちょっと待って。まずは、こっちから行きましょう。機動力を上げるために、羽を2つ入れております。そうすると、結構動きが良くなるんだよね。OK。あー、こっちか。で、こっち。で、あと1体。じゃあ、本体は、こっちか。雑魚敵が残ってる。この後がレッドストーンゴーレムか。問題なし。はい、あと1体んで、こいつを倒して。早いぞ、めちゃくちゃ早い。次だな、問題は。ここで動けなくならないようにいきましょう。 OK、 エンダーの心臓来ました。早っ早っ。あー、ここ動けなくなるのね。やっぱりここはちょっと動けなくなるか。待て待て待て。 OK、 倒したけども動けない。大丈夫大丈夫大丈夫。いけてるぞいけてるぞ。危ねえ。急げ。まあ急ごうにもなかなか急げないんだけどね。 OK、 倒した。やばい。お、よかったよかった。なんとか、なんとか持ちこたえてる。どこ？ OK。 はい、倒した。ちょっと待って、動けない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 。あぶね、なんか動けなくなった。はい、お前で終わりだ。早い。これはむちゃくちゃ早かったよ。最速間違いなし。はい、ということで今日はボスラッシュやってみました。間違いなく最速だったと思います。で、ね、アーティファクトセットはこれがベストかもしんないね。羽を2つに釣り竿を1つ、これベストかもしれない。うん、機械化装ブレード強いわ。近接でやっぱりね、火力は最強よ。間違いなくダントツで最強。めちゃくちゃいいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。